はい、三原時代のところからの、再開ですね。ですね、ちょっと SD カードの調子が悪くてですね、予備で持ってきた、1ギガの方でですね、撮影を開始しております。ただですね、このカードですと50分ぐらいしか撮れないんでですね、途中で切れてしまう可能性が十分に考えられますので、今日はですね、天気がいいんでですね、なんか県外ナンバーの車が多いみたいですね。あとですね、工事やってるみたいで、ちょっとトラックといいますか、ダンプカーですね。ダンプカーの、交通量が多いですね。とりあえずはこの辺は、安全運転で行きますので、日曜日に来たばっかりなんですけど、もうライン取りがすっかり忘れちゃってますね。この温度計で10度くらいなんですけども、結構風がこの辺冷たいですね。わあ、逆光ですね。この辺はですね、直角カーブが結構な勢いでありますので、運転の方はですね、くれぐれも気をつけた方がいいですね。アップダウンがこの辺激しいんですよ。180度カーブですね。このですね、コバルトラインなんですけど、携帯の電波が入らない地区が結構ありますので、おそらくこの辺もですね、ちょっと電波入らないかもしれませんので、なるべく安全運転で来た方がいいですね。ここも180度ですね。設計者が、どうなのかわかんないですけども、180度カーブの、経験上180度カーブが連続してるっていうのは、ここ以外にちょっと分かんないですね。
まあ、この辺から、まあ、若干スピードが乗るんですけどね。ここは90度、90度以上ですね。120度くらいのカーブですよね。ああ、2ギガのカードがちょっとなんかうまく使えなかったんですよね。途中まで撮影してたんですけども、まあ、撮れてるかどうかなんですけど、この辺からだんだん慣れてきますね。もう相変わらず90度以上のカーブがありますけどね。はですね、ちょっと風景楽しめないんですけども、車載終わってからですね、自分はこの風景の方を楽しんでますね。運転に集中してるとなんかあんまり周りの風景見れないんで、まあ、ここから石巻市入ってるんですけどね、ここもですね結構カーブがきついんで180度近くありますね。この辺はですね、モコの、パワーバンド全く使えないんですよ。もう2速か3速でずっとなってるので、これカメラで見ると平坦な道に見えるんですけども、実際かなりの急坂になってますので、まあ途中崖崩れあったところで止められるかもしれないですね。とりあえずは今日は安全運転ということで、
乗ってスピード出してるとあのカーブ曲がりきれない時あるんで、
改めて見るとちょっと地割れとかが凄いですね。あ、前はちょっとどういう運転 してたんだって感じですけどね。テクニカルコースなので全然スピード出せないですね。怖くてもアクセル踏めないんで、この辺は。ここが大原インターですかね。下に降りますと小田原原発の近くに出ますので、登んないっすね。やばいっすね、この坂の急さは。ここから少しスピード出せるくらいですかね。クロス4速で入ってますね。パワーバンドなんで結構スースー行くんですけども、そのスピード前乗っかるのが大変なんですよね、こういう道だと。なんとかパワーバンドに入ってますんで、スイスイ登っていきますね。ですね、メモリーカード余裕持たせてたんですけども、2GB のカードがちょっとフリーズしちゃってるんで、帰りはちょっと取れないですね。ちょっとですね、行くだけの映像になっちゃいますけども、ここは結構走りがいがありますね。エンジンパワーのほとんどというか、エンジンパワーの少ない軽自動車でも結構流れに乗れますんで。先ほどの見晴らし台にいました。軽トラの軽貨物ですかね、貨物かワゴン車でだと思うんですけども、ちょっといますね。結構年配の夫婦の方が運転されてたんですけども、仕方ないですよね。いや、でも結構 NA の森にはぐんぐん登っていきますね。ちょっと後ろまたついていきますとね、ライン乗りがすごい素晴らしいんですけども、人見知り激しいでちょっと話しかけられなかったですけどね。なんか曇ったり晴れたりですね、この辺は。バイクですね、いいですね。とりあえず撮影時間はまだ余裕がありますので、こちらのですね、エブリーワゴンの後ろをちょっとついていきますので、前に車がいると自分的には結構安心するんですよね。これ以上スピードが出せないんで、前にいないとですね、結構スピード出しちゃって、オーバースピードでカーブ突っ込んじゃったりするんで、
なくなってきましたね。山の天気って変わりやすいって言いますからね。走るような、ここルートになってますんで、よく作ったなっては思うんですけどね。まあ、なんかとりあえずは燃費運転で走ってますんで、なんか結構いいですね。前の車のライン取りが素晴らしいですね。時間というかちょっと撮れないんですけども、まあカメラにちょっと収めようと思います。まあ帰りですね、帰りにちょっと写真、動画も撮れないので写真でちょっと収めようと思いますので、
側ですかね。ただ止める場所がないんですよね。コバルトラインもですね、途中にですね、まあ、例えばですけどもコンビニとかあるといいんですけどね。本当はトイレ休憩とかジュースを補給と言いますか買うのにですね、一旦降りないといけないんですよ。トイレは山取り駐車場にあるんですけども、電気がないんですよね。で、夜とか来ますとちょっと使えないんで、ちょっと暗いんですよね。で、コンビニもですね、県道2号線まで降りて、ちょっと、まあ、自販機とかはあるんですけども、まあ、コンビニもこの近くにないんで、まあ、そうすると、まあ、登る前にですね、ジュースを買い込んでくるとかしかないんで、まあ、トイレもないんで結構大変かもしれないですね。中間地点になんかトイレとか施設作ってくればいいんですけどね。まあ当然ですね。この辺で事故を起こしちゃいますと、連絡取ってもですね、30分ぐらい待たないといけませんので、まあそれも結構大変かもしれないですね。まあ、前提で行くのが何よりなんですけどね。なんか下りが早いんですね、この車の。うわ、落ち葉がまたここの場所に溜まってますね。あ、この動画おそらく30分超えちゃいますね。
80度カーブ1個来て90度90度っていう感じですね。これ多分設計ミスってしまったんじゃないかと思うんですけどね。あの全然正反対のところにあのなんか駐車場があるのね。山乗り駐車場になってますので、手前に見える山はですね、鹿で有名な金華山になってますので、あ、それではどうも失礼いたします。